チャド・エベレットはアメリカ合衆国の俳優である。妻は女優のシルビー・グラント。1937年、インディアナ州のサウスベンドに生まれる。父親は自動車部品のセールスマンでレーシングドライバーでもあった。高校時代はフットボールに励む傍ら、14歳で演劇をスタート。その後はデトロイトにあるウェイン州立大学へ進学し、 演劇の学士を取得している。1960年にテレビドラマ、ブロンコでプロデビュー。翌年には映画、クロデル・イングリッシュで準主役で出演し、それ以降はコンスタントに様々な作品へ出演して、キャリアを構築した。1969年にテレビシリーズ、下界、ギャノンのレギュラーとして出演して、人気を博し、役者としての地位を確固たるものにしている。 同シリーズは1976年まで続き、エベレット自身も通算して170エピソードに出演した。1980年代以降も、精力的に俳優活動を続け、ガスバン、サント監督が、ヒッチコック監督の同名映画をリメイクした、サイコや、デビット・リンチ監督の、マルホランド・ドライブなどの作品にもクレジットされている。2012年、 カリフォルニア州のロサンゼルスにて、肺がんのため死去。75歳だった。ありがとうございます。